皆さんこんにちは、メイプラです。今日は6月14日ガンプラ再販日となっております。時刻は現在10時を回ってるんですけども、今日は夜勤明けで家に帰ってちょっとゆっくりしてたらうたた寝しておりました。10時間近で慌てて飛び起きてやってきましたよ。10時を回ってるって言ったんですけど、並びはなさそうですね。話は変わりますが、このメイプラチャンネル、チャンネル登録者数が今現在なんと9937人となっております。皆さん本当にありがとうございます。1万人まで残り63人となりました。1万人達成の時ってどんな気持ちになるんでしょうね。ちょっと想像がつかないです。さあ、ガンダムベースに到着しましたが、まずは新作チェックいきましょう。前回と変わりなしですね。変わりなしとはいえ見どころ満載の新作キットとなっています。6月末からがまた楽しみすぎてしょうがありません。買う買わないキットっていうのはいろいろね、人それぞれあると思うんですけども、ガンダムベース、ガンダムサイド F、 ごった返しそうですね。いつもの流れでご神体に挨拶して入場しようかと思ったんですが、 BGM で僕の大好きな G の閃光が流れてきたんで、ちょっとサビまで聞いてご神体に挨拶入場といきたいと思います。その間こちらガンダムベース内ビルドコーナーにあるガンプラキットをいろいろ見ていきたいと思います。こちらのコーナー、ただすだちで飾られているだけじゃなくて、いろんなポーズ決めてるので参考にもなるし、こんなキットあったんだっていう勉強にもなります。いいですね。そして G のレコンギスター、ガンダム G セルフ、かっこいいな。さあ、サビまでしっかり聞き終えて満足したところで、あのお方にご挨拶いきましょう。いやー、入場前からなんかすんごいいい気分になりました。よっ、赤いの、今日の再販お客さん少ないですね。さらっと見て買える感じになるかもしれません。お、前回ゲットしたガンダムベース限定ラクス。さあ、それではガンダムベース福岡入場です。これはびっくりしました。レジ前のメインコーナーにパーフェクトグレードガンダムアンリーシュドがいます。こちらは先週再販予定でガンダムベースには棚出しされなかったキットになるんですけども、まさかこのタイミングで出てくるとは思いませんでした。お客さんも少なかったし、これは皆さん想定外でしょうね。他にもしっかり再販キットがいましたよ。まずはこちら、リアルグレードゴッドガンダムです。ガンプラとは思えない可動域を実現させた素晴らしいキットです。このキットは作ってみないと可動域の凄さがわかりません。こちらはハイグレードジオです。このキットは作ってからさらに好きになった思い出深いキット。このキットを初めてゲットした時は瞬殺されまくってました。いやー、懐かしい。奥のメインコーナーを見て本日2度目のびっくりです。前回の再販品が揃っています。まずはこちらのキット、左から行きましょう。こちらは本日再販予定で本日しっかり再販されていたハイグレードドムです。ドムに外れなしってアピールしてそうなポージングです。こちらは前回再販予定だったハイグレードガンダム試作1号機フルバーニアンです。量販店や模型店などでは再販されていたと目撃情報が上がっていました。こちらはハイグレードガンダム試作2号機サイサリスです。情報が確かなら再販が延期されたはずだったんですけど、ここに来て棚出しされてきましたね。ちなみにこちらのサイサリス、僕の大好きなキットの一つです。リバイブ版もしくはリアルグレード出してほしいな。こちらはハイグレードジムカイです。
何気に0083スターダストメモリーのキットが3キットも出ています。スターダストメモリー祭りやないかーいと言いつつも、今日の本祭はユニコーン祭りなんですよね。まずはこのキット、ハイグレードスタークジェガンです。マッシブなキットだし、かなり迷いました。こちらは前回見るのを楽しみにしていたキットです。ハイグレードデルタプラス。配色、ディテールともに想像通りかっこいいです。こちらも前回再販時に見るのを楽しみにしていたキット、ハイグレードゼータプラスユニコーンバージョンです。もう何度も言ってますが、やっぱゼータ系ってかっこいいんだよな。こちらも前回再販予定だったキット、ハイグレードジェスタキャノンです。僕はこのキットをジェスタと並べて飾っていますが、これもかっこいいキットですよ。この調子でマスターグレードデスティニーやマスターグレードキュリオスが再販されてないかなと探したんですが、ちょっとそれらは見当たりませんでした。あれ、あのかっこいいキットがありません。マスターグレードニューガンダムカトキバージョン、ついに完売。マスターグレードガンダムデスサイズヘルエンドレスワルツはひっそりと再販棚出しされていました。前々回再販された人気キット、ハイグレードケンプファーはハイグレードコーナーに移動していました。欲しい方しっかり探してくださいね。こちらはリアルグレードコーナーです。リアルグレードハイニューガンダムを見たかったんですが、棚出しはまたお預けみたいです。シードコーナーに変わりはありません。ハイグレードマイティストライクフリーダムも再販はまだでした。前回ゲットしたガンダムベース限定ラクスクラインガンダムベースカラーはガンダムベースコーナーに移動しています。いつになるかはわかりませんが、プラ娘に作ってもらうのが楽しみです。ガンダムベース限定ハイグレードフリーダムガンダムクリアーカラーも別の場所に移動しています。深海生物っぽい半透明さが異様な雰囲気を出してます。かなり前にプラ娘2のために買ったこのキットですが、そろそろ計画立てなきゃな。先週とは打って変わってガンダムベースやばいことになってましたね。さあ続いてはヨドバシカメラにやってきました。ここではどんな状況になっているのか。ないぞ。お、これは前回再販のハイグレードシャア専用ザク2。そしてこれも前回の再販品百式ですね。ハイグレードです。その他にはここら辺は変わっていません。お、ハイグレードのガンキャノンがあります。他にはハイグレードサザビー、ハイグレードジオングはだいぶ減りましたね。残念ながら特にこれといった注目キットはありませんでした。前回再販されたハイグレードガンダムエアリアルですが、ヨドバシ特価だとさらに安くなります。税込み1360円にポイントプラスですからね。コスパ良すぎるキットです。続いてはララポート4階にやってきました。ガンダムサイド F に到着です。ガンダムベースがあのような状況だったので、当然ながらガンダムサイド F にも期待したいところです。明日から土日の週末なので、かなりのごった買いが予想されます。それでは入場です。入ってすぐのところにはこのキットがありました。やはり来たか、パーフェクトグレードガンダムアンリーシュドです。サンプルキットを間近で見れますが、めっちゃかっこいいんですよね。このフレームたまりません。ただ作れるかがめっちゃ不安になります。いや、しかしかっこよすぎ。今回はほとんどが宇宙世紀シリーズの再販ということで、ガンダムサイド F もガンダムベースに負けず劣らずの再販品揃えとなっていました。まずはこちら、ハイグレードデルタプラスです。こちらはハイグレードゼータプラスユニコーンバージョンです。続いてはハイグレードスタークジェガンです。こちらはハイグレードジェスタキャノンです。
まだまだ行きますよ。こちらは左からハイグレードジムカイ、ハイグレードガンダム試作1号機フルバーニアン、ハイグレードガンダム試作2号機サイサリス。アニメの名シーンを再現か。こちらにはハイグレードドムとハイグレードジオがありました。ドム、あと1体欲しい。もしくはあと10体。ジオといえばやっぱりこの隔週でビームサーベル。今日はやたら外国人観光客の方が多かったような気がします。おかげでハイグレードコーナーすっかすかです。リガジーはこれで最後なのか、それともまだまだ在庫あるのか。こちらはマスターグレードコーナーです。やっぱり思っていたマスターグレードはない。誰が置いたのかな。ちゃんと元の場所に戻しましょうね。僕はこんなフェイクに引っかかりませんよ。これサザビーじゃないですからね。あらあら、こちらにも。もしかしたら同一犯ですか。これマスターグレードリガジーじゃありませんからね。戻ってきました。それでは本日のお持ち帰り品の発表です。本日のお持ち帰り品はこちら、ハイグレードデルタプラスです。はい、こちら前回再販予定だったキットなんですけども、まあ、その時にね、見かけたらかなり悩むと思いますみたいなことを言ってました。買うかどうか悩んでますっていう話をしてたんですけども、それが前回なくて、買うかどうか悩んでるキットがなかったらね、そこの思いっていうのがもう2倍3倍にも膨れ上がっちゃって、今日見た瞬間すぐ手に取ってました。それがね、こちらハイグレードデルタプラスでした。で、同じようなキット、前回再販で、買うかどうか悩んでますっていうキットでね、もう一体あったんですけど、それも今日お持ち帰りしております。それがこちら、ハイグレードゼータプラスユニコーンバージョンです。はい、ということで今回はこちら2キットゲットしてきましたよ。ゼータプラスとデルタプラス、まあ、どっちもね、かっこいいキットです。配色はね、すごい似てるキットですし、こちらは100式、こっちはゼータ系と、僕の大好きなキットのシリーズになるので、これはね、もうどっちも見つけて手に取っちゃいました。それと以前の動画を見ていただいている方はご存知かもしれませんが、こちらイベント限定のハイグレードデルタガンダム2号機、僕はね、これをゲットしてるんですね。ぜひね、このデルタプラスと並べたいなと思います。あと、こうなると金ピカのデルタガンダムも再販された時はね、ぜひゲットしたいなと思ってます。こうやってね、シリーズものを集め出すと、まあ、キリがないけど、それがね、楽しすぎます。まあ、これがね、ガンプラの醍醐味かななんて思うんですけども、まあ、僕は基本的にパチ組派なので、たくさんのキットをね、もうバンバン作りたい、まあ、そんな一心で今罪に積んでおります。そしてこちらゼータプラスといえばね、はい、こちらも少し前にゲットしました、プレ版のゼータプラスとなります。こちらはゼータプラス C1 っていう型番になるんですけども、この下のね、今日ゲットしてきたものはゼータプラス A1 という型番になります。なので、まあ、単にね、ユニコーンバージョンだからっていうよりも A1 と C1 での違いっていうのがあるので、まあ、これはね、 C1 のユニコーンバージョンとかいうわけではないので、まあ、作ってもね、十分に、まあ、違いが楽しめるようなキットになってるんじゃないかなと思います。パッと見似たように見えてるんですけども、よく見たらね、部分部分で若干違うところとかあります。単純にこう武装が一番わかりやすいんですけども、それ以外もね、ちょこちょこと違った面ありますので、作ってね、これを楽しみたいなと思います。まあ、とはいえ上2つっていうのは、まあ、正直なかなか手に入らない
キットとなってます。下2つはね通常版なので、時期さえ待てば、まあ、再販されるようなねキットなんで、多分ねサクサクっと作るのは、まあ、下のキットかなと。上2つもいつかは作りたいんですけど、多分だいぶ渋ると思います。まあ、最近ね限定ものとか苦労して手に入れたものとかっていうのはね、ちょっとこう作るの渋っちゃう傾向があります。あんま良くないですね。もうどんどん作れよと視聴者の方も思われてると思いますが、まあ、そこはね頃合いが来たら作ると思いますんで、まあ、気長にお待ちいただきたいなと思います。いやでも作りたいな、うん、作りたいもうわかんないです。ここまでちょっと話長くなってるんですけども、今回ねまた過去に再販されなかったキットが棚出しされたんですけども、もうここのタイミングがね皆さん多分読みづらい、読めなくなっていると思うんですけども、今ね直近で2回ありました。先週かな、ゾックとかあとは MGX ストライクフリーダムが出た時、まああれはね約1ヶ月ぐらい間が空いての再販棚出しになったんですけども、今回は前回の再販キットが、まあ、棚出しとなっていました。 MGX ストライクフリーダムとかが期間を空けて棚出しされた時と、今回棚出しされた時の共通点が一応2つあります。まあ、それがまず1つ、でかい再販、まあ注目キット目玉キットとかでね、お客さんがかなり並んで大混雑するだろうと思われるようなキットが出る、そのタイミングの時って割とね再販ずらされてるんですよね。まあ多分トラブル回避、これが一番メインだとは思うんですけども、そういったところを回避して再販を、まあ、読めなくされてるのかなと、意図的にね読みづらくされてるのかなと思います。まず共通としては今言ったように目玉キットが再販される日はずらされているということですね。でその再販キットがいつ出るんだっていうのが一番ね皆さんが気にしてるところだと思うんですけども、これがね再販予定で目玉キットが本当にない再販予定日、いわばお客さんが並ばれないだろうと思われるような再販日にこういった目玉キットをドンと出してきてる、まあ、過去2回なんですけども出してきているんじゃないかなと思います。と曜日に関してはたまたまかもしれませんが、どちらも金曜日です。まあこれは本当確信とかでも何でもない話なんですけども、次の日が土日ということもあるので、まあ、ここはねある程度お客さんが来るのは、まあ、当たり前というか、その辺をねもう大前提として金曜日にでかい棚出しをされている可能性はありますね。まあ、こういったことを考えること自体が楽しいなと思うんですけども、まあ、実際ただの気まぐれでね、よし今日棚出しするぞ出しちゃえみたいなことかもしれません。ただ過去2回の傾向としては目玉キットがない再販予定日、そしてそれが金曜日であること、まあ、この2つがね共通点となりますので、次の目玉キットが再販される日、再販がずらされていたなんてことになると、次に目玉キットがほとんどない、注目されないような再販日、そしてそれが金曜日である、その日に目玉キットがドンと棚出しされる可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。ここら辺に関してはコメント欄とかで皆さんの意見とかもね聞ければ嬉しいなと思います。本当はねこういう話ってライブ配信とかでしたらねタイムリーで皆さんの意見が聞けるんで絶対面白いと思うんですけども、僕の最近の仕事の都合上なかなかライブ配信厳しいなというところもあるので、この話取っときゃよかったかな。まあでも次のライブ配信とかでねまた同じ話しても全然ありなんじゃないかなと思いますので、またその時もねお話できればいいなと思います。ということでね、皆さんの考えとか過去のデータをもとに、次どんな感じで来るだろうって、まあ、考察的なね部分もコメント欄でいただけたら大いに盛り上がって楽しめると思いますんで、ぜひぜひ
よろしくお願いいたします。さあ、あとは冒頭でもお伝えしましたが、このメイプラチャンネル、チャンネル登録者数が残り60数名で1万人ですよ。大台の1万人となります。1万人達成した時ってどんな気持ちなんでしょうね。1万人ってでっかい数字なんで、なんかすごいことやり遂げたっていう気持ちはあると思うんですけども、 YouTube を始めて一番最初のね、一人目の方にチャンネル登録してもらった時の喜びって僕すごかったんですよね。で、10人、50人、100人とか、なんて言うんですかね、切り番と言いますか、節目の時っていうのもやっぱりすごい感動がありました。100人の時もね、今ボツになったんですけど、100人達成動画って言ってなんか撮ろうとしてた記憶がありますね。ぶっちゃけ家族からダメ出し食らって、ほんとボツになったんですけど、そんなぐらいね、やっぱりその節目の感動っていうのは、毎回ね、すごい感動を味わえてるので、次の1万人っていうのも、またね、違った意味ですごい感動があるんじゃないかなと、期待しております。ということでね、今回の動画は以上となります。今回の動画が良かった、参考になった、メイプラの再販予想の考え方、いいんじゃないかなと言っていただける方、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、次回、1万人突破達成で動画配信なるか、お楽しみに。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。Have a nice メイプラ。再販予想を考えるのだけで楽しすぎるガンプラってすごいですよね。